こんにちは心理セラピストの中村です学生の方でも、えー、実際に社会に出て働いている方でも自分の本当にやりたいことって一体何なんだろうかとなんかそういう疑問を抱えていたり何か悶々とね、えー、した気持ちになってしまうという方、えー、実は非常に多いんですよね。じゃあ 自分のね、もう心の底から、もうこれがやりたいんだっていうことを見つけ出すためには、一体何をすればいいのかということをね、えー、今日はそのポイントを一つお伝えしたいと思います、えー。やりたいことを見つけるためには、私がね、えー、お伝えしているのは、自分の棚卸ということです。自分の棚卸。どうしてもね、やりたいことがわからない人って、こう周りにね、目が行きがちなんですよ。 例えば自分探しの旅なんていう、ねえー、表現もよくされますけれども何か、ね、行ったことがないとこに旅行に行ったりあるいは何か外部の興味あることをこう片っ端から、ね、試してみたりとかもちろん、ね、そういう活動をしていく中であこれ非常にね何か、えー、自分興味があるなとか何か心が揺さぶられるとかということで。 えー、そういった外部の情報に積極的に自ら触れることによってやりたいことがね見つかるという方ももちろんいますただだからといってやたらめったら外部に意識を向けているだけで自分のやりたいことが見つかるのかというと必ずしもそうではないんですよねじゃあなぜね外部ばっかり見てもやりたいことが見つからないのかというとやりたいことというのは自分のもう心の底からね やりたいという,こう欲求、モチベーションが湧き出すようなものですよね。なので、やりたいかやりたくないか、それが好きかどうかということは、自分の中にどんな欲求、どんなモチベーションがあるかということによって変わるんですね。なので、外を見るんではなくて、自分の中を見るということが非常に重要なんですね。じゃあね、何を自分のね中をこう見ればいいのか。というと、 大きなね、えー、ポイントとなるのが、先ほどもね、えー、言葉で出てきましたけれども、モチベーションということなんですよ。モチベーション、えー。そして、やりたいことを見つけ出すために必要なモチベーションっていうのは実は2つあるんですね。で、モチベーション自体にもこの2つの種類があります。じゃあ、どんなね、えー、種類のモチベーションがあるのかというと、まず1つ目ですね。それは、快楽を求めるためのモチベーションです。 これ、快ですよね。快って書いてます。快楽です。で、このね、快楽に向かうモチベーション。で私たちはやはり、嬉しいとか楽しいとか気持ちいいとか心地いいっていうような快ですよね。快をやっぱ求めますよね。例えば、東京ディズニーランドとか、ユニバーサルスタジオとかって非常にね、多くの方に人気ですよね。 で、それも、あそこに行くと何かね、日常とは違うような体験ですよね。ウキウキワクワクするような体験が出れる。まさにウキウキワクワクっていうのはこの会ですよね。なので会を求めるために、えー、みんな遠くからも来るし、ね、えー、入場料もね、安くはない入場料を払って行くわけですよね。あるいは、えー、恋人と一緒に楽しむとか、家族と旅行に行くとか。 そういったこともみんなでね、えー、楽しさ幸せ感を共有したいという欲求からこの会のモチベーションからその行動を起こすんですよね。これがまず一つ目の会の、えー、モチベーションですね。ではもう一つ目は何かというとこれですね。苦痛です。苦痛。苦痛って嫌ですよね誰しも。痛い、辛い、苦しい、悲しいっていう体験したくないですよね。 なので、えー、会社でね、人間関係が非常にぎこちなくうまくいかなくて、何か自分だけ居心地が悪かったり、ストレスを感じるっていうのはまさに苦痛ですよね。そしてそんな苦痛が起きると、人間はどうしたくなるのかというと、この苦痛から逃げようとするわけなんですよ。苦痛を避ける。なので会社の人間関係が良くないです。非常にストレスが溜まる。その結果どうなるかというと、えー、会社を辞めるとか。 あるいは会社に行けなくなるっていうような反応も出たりするわけですね。それは苦痛を回避するっていうような力が働いてるわけですよね。なので人間のモチベーションというのはこの2つ「回を求めるモチベーション」と「苦痛を避けようとする」この2つのモチベーションで成り立ってるんですよ。じゃあね話を元に戻しましょう。 やりたいことを見つけ出すためには、じゃあ、どっちのね、モチベーション、どっちの欲求を探っていけばいいのかなということです。これはね、両方見ていくっていうことが非常に重要なんですよ。両方見ていく。例えば、ね、この苦痛がやりたいことのもう厳選になっている場合もあります。例えば、えー、自分のね、えー、家族が何か非常に病気で苦しんで辛い思いをした。 あるいは好きな人が何か早く病気で亡くなってしまったとかねで。そういう体験をすると、やっぱり辛いですよね。苦痛ですよね。悲しいですよね。じゃあそんなね、世の中に自分と同じような体験をした人がいるはずだ。じゃあ自分はね、そんな悲しみを増やしたくないということで、何かえお医者さんを目指そうって言ったりね。私の知り合いでも言いますよね。 あのお父様がガンで亡くなられてお母さんが非常に苦労したのをね間近で見てたんでよし大きくなったら自分はねもうガンを研究するんだということでそちらの道に進まれた方というのもいらっしゃいますこれも大きなモチベーションですよねあるいは、えー、家族がね、えー、非常に仲が悪いとかあるいは母子家庭で何か、えー、お母さんがいつも働いてね大変でなかなか面倒を見てくれる時間がなかったみたいなね なんかそそうういい家族の愛情に飢えていたそれも苦痛ですよねだから自分は例えばこれは仕事じゃないですけれどもね結婚したらもう非常にね温かくて愛情あふれる家族を作るんだっていうそんな意欲にもつながる。というように苦痛から避けるっていうことはその欲は非常に強いのでそれがね何か、えー、やりたいことの源泉ですよね。につながるっていうことです。 あともう一つ回ですよね。例えば小さい頃に、えー、何かね、えー、病気になって看護師さんが非常に優しくしてくれてああすごい優しくて素敵きな、ねえー、女性だな自分もああいう風うに、ねえー、苦しんでる人に優しく接してあげたいなということで看護師を目指したとか、まあ、そういう話もね聞きますよね。あれはやはり憧れ非常にね、えー、感動したとか。うん。 非常にね、えー、心地よかったという回の体験があったので、えー、それに向かうためのモチベーションが働いたということですよね。なのであなたの中にもこのね両方のののモチベーションの源泉とといいうのがあると思います、えー。そして人によっては苦痛から避ける方が非常に強くてそれがねやりたいことにつながるという人もいればこの快楽に向かって進むというね そちらのモチベーションの方が強くて、えー、それがね、やりたいことの、こう、パワーになるというね、えー、やはり両方のタイプがいるので、まずは自分の中には、どんなね、えー、モチベーションがあるのかなっていうのを、こう、探っていくというのが非常に重要です。そして探る際には、もちろん今現在、苦痛に感じていることは何なのか、あるいは、え、快楽、ね、心地よさを感じる、楽しさを感じる、ウキウキワクワクを感じるのは何なのか、 というふうふに、ねえー、見ていくことも大切ですしそれ以上に大切なのが過去ですよねこれまでの人生をざーっと見返してみて辛かった出来事とか苦しかったこととかねそういったことってまさにこの苦痛ですよねでそういった出来事を見ていくあるいは逆に嬉しかったり楽しかったりウキウキワクワクしたようなそんな会ですね会の体験も見ていくとあ自分の中にはねこんな欲求があるんだっていうのがだんだんと浮き彫りになっていきます えそしてねその会、えー、と苦痛のモチベーションがあなたのやりたいことのね本当に元となる欲求源泉となっていきますのでまずはね、えー、そこをしっかり見つけ出すということが大切ですそして逆を言えばこれが分かってないのに何か表面的にね、えー、例えば、えー、転職をするとしますよねで多くの人が本当に自分のやりたいことが分かって 転職ができていればいいんですけれども、何か現状が嫌だから、要はこの苦痛ですよね。現状の仕事が苦痛だらけだから、そこから避けようと思って。やめたはいいけど、そこで中ぶらりになってしまう。で、もしそこで、あ、自分はこういう仕事がやりたいんだって、もし分かったら、今度会のモチベーションにもつながりますよね。なので、こちらのモチベーションとこちらのモチベーション、両方を兼ね備えたもの。 これが一番のパワーを発揮すするんですよなのでこれが一番の、えー、自分にぴったり合う仕事とかねやりたいことにつながるということです。ということでね、えー、このね2つのモチベーションという観点をちょっとね頭の片隅に置きながら、えー、自分の過去を振り返ってみるとねいろんなことが浮き彫りになってくると思いますのでね是非、えー、この考え活用してみてください。以上ありがとうございます